皆さんおはようございます。インターンでお世話になります天野です。今回ご紹介するのは、迷宮キングダムです。迷宮キングダムは迷宮最悪と呼ばれる天変地異により世界そのものが男女になってしまったという設定のもと、プレイヤーはランドメーカーという存在になり、ダンジョンの中に王国、初期は100人くらいですねを作り、民を従えて国家を運営していく、TRPG です。国家運営とダンジョン探索の両方が行える作品であり、それに加えて様々なことを決定するランダム表、初期のキャラクターの作成や、冒険中のハプニングなど、やりすぎとも言えるようなユーモアのある表現も含め、ファンの心をがっちり掴んでいます。このゲームはイラストは看板キャラクターである高2のように可愛いイラストがあり、一見ライトなゲームに見えますが、実はすごくヘビーなゲームです。具体的に言うと、うっかりするとすぐに死ぬので、みんなで頭をひねりながら生き残る方法を模索するなど、スリルのあるダンジョン探索を楽しみます。迷宮キングダムはランダム表のおかげでサイコロの結果に従っていくことでゲームが進行していくというメリットはあるのですが、同時にランダムすぎてゲームマスターがコントロールするのが難しいという面もあります。ランダム表の結果、ダンジョンから帰る途中に自分たちの王国は滅亡した、もしくはランダム表が原因で全滅など、ゲームマスターがコントロールできる範囲外での、事故もありますが、それも迷宮キングダムだと思って笑って楽しむのがいいと思います。ランダム表はこのゲームの魅力ですので、最近ガチガチに作り込んだゲームをやっていないなとか、他のゲームでありえないような体験をしてみたいなと思った方は、ぜひ、迷宮キングダムと検索してみてはいかがでしょうか。以上です。ありがとうございました。